はい、皆さんこんにちは、諏訪彩香です。皆さんこんにちは、リンです。はい、今回の企画、諏訪彩香、リン、ブルール2人のプライベート旅行 in 下田はですね、2020年5月に行われた特番、諏訪彩香のバースデー、2020 生放送、はい、諏訪もっと大きくなりました、内でゲットした、はい、あの2人でロケ券を使った特別なロケ映像企画です、はい、今回我々が訪れたのはですね、うん、静岡県下田市でございます。下田市、はい、はい、開国の町下田でございます。わー、はい、山頂では楽しいひとときを、着きました、着きました、怖怖かわいいかわいい、かわいいかわいい、りんちゃんと絶景ありがとう。これが錦鯉だ。しかも分かった。お、あの尻尾がめちゃめちゃ長い。こんにちは。いやいや、静かにしなさい。他の人もいるんだから。じゃあ見張り所行きましょう。見張ろっか。見張るしかねえ。りんちゃん、バイバイ。緑の中に消えていく緑が。緑がって私のこと緑って呼んだ。めちゃめちゃ緑だよ。これこです。はい。ほら、あの赤いとこだよ。あ、これいいね。ね、これは赤が生えて綺麗。うん、美しいですね。はい、ちょっとお参りしよう。はい、ということで私たちは下田海中水族館にやってきましたよ。わーい。トラなんちゃら。阪神です。映ってんのか、阪神。あ、映ってる。あいつの名前は阪神です。え、これかな。ちょっと、あ、違うの。あ、あ、来た来た来た。あ、見つけちゃった。スワパイセンのパイセン、私私とか言っている、いる、あ、いる、パイセン、パイセン、パイセン、ここは下田ペリーロードと言いまして、ロード、そう、そのまさにペリーさんが黒船で来た時に、はい、なんか何度も更新した道がペリーロードらしいです。こういうお仕事じゃない時で二人きりになると、うん、どんな話をする、うん、これは言えません。 あの付き合ってる期間が長すぎて、交際期間もううちら10年目ぐらいじゃん。交際期間もう10年ぐらい、10年目ぐらいじゃん。マンネリですよ、ほんと。やだ。人と人と友人は支え合う、映ってない。まくりすぎて